セグエには2009年にスローンデジタルスカイサーベイによって発見された矮小大延体銀河であり銀河系の友銀河である。お羊座方向、太陽から3万5千パーセク離れたところに位置し、太陽方向へ秒速40キロメートルの速度で運動している。半高度半径34パーセクのほぼ休憩をなすことから矮小大延体銀河に分類される。名前は セグエプログラムで発見されたことにちなんでいる。セグエには基地の銀河系の衛星銀河の中で最も小さく暗いものの一つである。その積分高度は太陽の800倍しかなく大部分の球状星団よりも暗い。しかしながら質量は約55万太陽質量もあり、その質量高度比は約650にもなる。セグエには 構造、サイズ、高度、速度分散といった特徴が、セグエ1、牛飼い座2、髪の毛沢衣装銀河とよく似ている。セグエ2には約1000個の構成が存在すると推定されている。現在知られているセグエ2の構成の大部分は古い星であり、おそらく120億年以上前に形成された。これらの古いの金属量は極めて低く、FE、H、 マイナス2にもなる。セグイ2の構成は、宇宙の歴史の初期に形成された星の一つであると考えられている。現在、セグイ2には、星形成活動は認められない。セグイ2はいて、ザストリームの端のあたりに位置し、地球からは同一の距離にある。セグイ2は、かつてはいて、ザワイショーダエン銀河の衛星銀河であったか、あるいはいて、 ザワイ症銀河の構成星団だったのかもしれない。セグウェには、超積力による引き剥がしで質量が軽くなったか、低質量の暗黒物質波浪の中で形成されたことが指摘されている。ありがとうございます。